はい、今日の啓発動画のテーマは尼崎市人権文化息づく街づくり条例、これをね尼崎市が作ろうとしてて、10月15日までパブリックコメントを募集してるそうなんですね。でこれ見て一言言いたいのはバカじゃないですかってことなんですね。だって人権文化ですよ、息づく街づくりですよ。2014年なんですよね、NHK がポエム条例っていうのをクローズアップ現代で取り上げたんですよ。まあ自治体がねそういうポエムみたいなですね、なんかもう読んでても恥ずかしくなるような、なおかつ全く意味のない条例を作ってて、これどうなんだっていうことですね。単純にそのレベルとして、でそういうポエム条例を作ることでじゃあ誰が得するかっていうと、まず一つは株式会社行政って言ってね、そういう自治体のそういう条例の作成とかそういうまあ文書なんかの作成業務を代行しているような会社あるんですけど、まあそこの人が儲かるわけですよね。まずはそういう文書のねチェックやったりだとか、ああいうまあそういう条例のデータベースに登録したりだとか、まあ図書館の歴史を差し替えたりとか、そういった作業をするんで、それでまあ何十万円か何百万円か分かんない、とにかく費用がかかると。あとはまあ市がね人権文化息づく街づくり計画っていうポエム作ったりとかですね、人権教育啓発っていうのは、まあ、企業なんかでやらせるそうですよ、そういう研修っていうの。だからこういう講師の人が儲かったりするわけですね。だからまあやってることはエセドアと変わらないですよ。もう企業になんか定期刊行物売り捨てたりとか、本当にというかまあそういうこと以前に、まず単純にバカでしょ、頭悪すぎるでしょ、このタイトルというのが。まあこんなねポエム条例を恥ずかしげもなく作るっていうあたり、なんか手詰まり感が見えるんですよ。ああもうこうやってねやってる感を出すしかないんだろうなって言って、だってこんな条例作ったって何の意味もないですから。とりあえずなんか研修しましたとか言ってね、まあもう童話対策終わってしまったし、じゃあ今頃何か事業をやろうって言ってもね、なかなか議会の同意が得られないわけですよ。まあ、共産党なんか反発するだろうしね。だからまあこういうのをやってお茶を濁そうと、何の実効性もない条例を作って、でこの人権文化っていうのがねよく使われるキーワードで、結局なんかもう目的というものが見つからないものだから、とりあえず人権文化をね、広げましょうみたいな、すごいもう宗教ですよね、ほとんどはっきり言って宗教です、これ。でそういうなんかもう目的にもならないような目的っていうのを掲げざるを得ないんですよ、自治体が。それで尼崎市の立場としては、まあ、僕みたいにね部落探訪されたり人権啓発の根幹部分をこう否定されるようなことをこうやってねネットで言われると、まあぶっちゃけ解放同盟のね兵庫県連のあたりからあれこれあれこれ言われちゃうわけですよ。で市の方もねもうそのエゼドはなんか突っぱねりゃいいのに、それができないもんだからこういうことやってお茶を濁すわけです。だからもうこの際ねもう解放同盟なんかのね望む通りにね、部落探訪禁止条例っていうのを作って、尼崎市内の部落探訪したらね、2年以下の懲役とかそういう条例作りゃいいわけですよね。でまあ条例の最後にはこう付属資料としてですね、部落の範囲はこことするとかで地図で出してこういう区域を指定したら面白いですね。この区域をうろついて撮影してネットに上げたら懲役2年とかね。だからそういうの作りゃいいと思いますよ、せっかく条例作るんだからね。ということで10月15日まで、パブリックコメントを、やってるそうですから、まあ解放同盟審判の方もアンチの人もどん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 尼崎市にですね、コメントしたらいいんじゃないかと思います。ネットで検索したら出てきますからね。はい、それでは今日の啓発動画でした。